次はバニタスを追っていけってことか。ああ、あるわ、キーブレ高場だわ、いけるわ。もしかして戦うのか。テラ編だとゼアノートに悪いように導かれて進んでいくって感じだったけど、ベン編はバニタスに悪いように導かれていくみたいな、そういう感じがありますね。よし、やっちゃおうか。そろそろ終わろうかなと思ったけど、ちょっと気になる。早く続きを見たい。やっていこう。ここだよー、もう。とどまる自信で戦った。ここも多分キーブレード墓場ってことでいいんだよね。キーブレードグレイブヤード。どこへ行った？お前、寺が寺でなくなるって、どういう意味だ？言葉通りの意味だ。寺という存在が消えるんだよ。寺が消えるわけないだろ！すぐにわかる。キーブレード。お前の力見せてくれよ。うわー、やっぱ戦うのか。いやー、めっちゃ強そうなんだよね。しかもここで戦うっていうのが、仮面の少年を倒せバニタスね。テラ編やってるから分かってるけど、もうこれ兄弟喧嘩のようなもんだよこれ。スライド避けるねー。これでこれでやろう。初手これ初手これ、食らってるよな。よーしよし、食らってるけど、オッケーオッケーオッケー。いや全然食らってない、マジで。いやー、ちょっと待ってくれ、めっちゃ強いじゃねえか。やはりこれで削っていくしかないぞ。これならでも全然食らわないよこれ。これ負けイベントだよね。そう言って野村負けイベントって言ってくれ野村、じゃないと俺もここで積むぞ。強いて、ダメだ。一回ポコってやってから、風よストライクレイド、ガード、オッケーで、今今からなるほどなるほど。なんかちょっと戦えちゃってるんだけど、戦えちゃってるっていうことはさあ、違う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 、戦えてるってことは倒さなきゃいけないじゃないの。危ねえ。まあ、なんとかご利用しではいけてるか。あ、倒れた。あー、やっぱり負け夢でよかったでもこれなんか頑張ればちょっといけそうな気もしたけどな。今のでまたフォーカスゲージ溜まってたし。まだその程度か使えないな。マスターには背くことになるが、いいだろう。お前の役目はここまでだ。沈みになって、おお、しっかりするの。きたー、癒しよう。ケアルかケアルだか。かっこいい、スタシーカ持ってるよ。なぜキーブレードを持っている。キーブレードは人を傷つけるためのものじゃない。僕が相手をする。俺も一緒に、うん、うわあ、なるほど、教頭か王様と。これはもう彼と、まだね、彼なんだよね。これは熱い、最高だ。初手ね、王様見てて、俺こんなん使えるの、フリーバースト使えるの、これ強いでしょ王様。ごめんね、なんかワープさせることによって王様が王様がよし、ね、あー、これダメだ。これね、消えた時にね、ドッジロールで避けるっていうのをしたいんだけど、ちょっと王様よし、で、ドッジロールドッジロール、あっぶねー。何王様そのくるくる回るやつ、くるくる回る攻撃、ずるい。俺もやりたい、それストライクレイと、あぶねー、KR を入れてからのスライドダッシュが、オッケーオッケーオッケー。あ、なんだこれ、魔法食らうんだ。バニタスさん、魔法食らうのね。よし、オッケー、で今いいよ、
これでひたすら攻撃を繰り返し、いやね、ある程度攻撃入れたらね、ある程度攻撃入れたらすぐどっか行っちゃうっていうのがね。オッケー、危ねえ。12345、5発攻撃入れたらかな、345で、あーもうちょっとだったか。ある程度攻撃入れたら、今よしよし、しかーす、なにおさま、なにホーリーバースト、おー、丸ボタン連打、丸ボタン連打、光を、なになに、あのその危ねえ、ホーリーバース意味あった、あ、なるほど、追尾攻撃か、あんまりホーリーバース意味なかった、はいはいはい、お、これはガード、あー、ちょっとこれやばい、ちょっと待てよ、そっか、仲間がいるから、いて、くそ王様がいるから D リンクできなかった。ケアルの溜まり具合がちょっとな、遅いんだよな。さっきのホーリーバースト、なんか意味あったのかしら、あんまり食らわなかったんだけど。ガードだな、いや、ちょっとこれがね、やはりこれだな、これで大方削っていって、諦めろ、よしよし、オッケー、危ないよ、やっぱドッジロールいいね、ドッジロールが、ちょっと待って、王様に何をする、危ないよ、やばい、よし、フィニッシュの無敵時間で避けた後に、もう一度フレーバース、オッケー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 、ちょっと使いすぎたな、フォーカスゲージがあんまり残っていないから、これさ、あんまり削れないんだよな、あ、王様の攻撃が超強いから、もう王様にやってもらってのどう、力を合わせよう、力を合わせ、オッケー、これで丸連打、まあちょっとは削れてんのか、ちょっとは削れてる、あ、ちょっとは削れてるね、よしよしよし、やばいやばい、 KR を入れて、あぶねえ、よし、オッケーオッケー、いい感じ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 、今なんかプッシュ切れたのは何でだろう、王様の近くにいるから、あ、今なんかあったな、今なんかプッシュってあったな、ひたすらこれでドッジロールでぐるぐる回っていって、何やっとる、よしよしよし、これでホーリーバースだ、あー、なるほど、大体分かった、ドッジロールでくるくるしつつ隙を見て丸ボタン連打叩き込むみたいな、そんな感じがいいな、ケアルも入れつつ、よし、オッケー、で、今度やばい、ガード、あー、ガードしたかった今、よし、やった、オッケーオッケー、王様の火力がすげえ高いんだよな、ガード、オッケー、あー、やって、ちゃんとやったのにな、さらに追加攻撃が来たか、よし、あと1ゲージで、ケアラも来るよ、で、これだ、あー、ごめん、力合わせない、王様、ごめん、王様、タイミングが悪い、タイミングが、よしよし、あ、で、さらにこれもある、よかった、さらに力合わせで、いいよ、今だ、お、結構クラテコが割れてるからの KR 入れてフィニッシュを入れていく、無敵時間もある、いやー、ダメか、待てで、フォーカスゲージがほぼほぼ溜まって、あー、ちょっと待て、 OK、 これで無敵時間を使いつつちょっと削っていこう、あんまり食らわねえんだよな、やばい、塗ろ、よし、あー、ダメだ、あぶねえ、やばい、ケアル、ケアル、ほい、はいよ、あー、ちょっと待てよ、で、あー、やばい、丸ボタンね、どうしても、そう、すぐ止まれないんだよな、ベンテスはすぐに止まれない、で、いけ、もうこれで決めろ、よし、結構削ってるよ、もうちょっと、
もうちょっと、もうちょっと、よし、オッケー。あ、最後ホーリードリームで決めてもかっこよかったね。ごめんね王様、王様がクルクルしている間に俺がズバズバと切ってしまいました。王様も結構 HP ギリギリだったな、危なかった。まあいい、もう少し様子を見てやるよ。何なんだあいつ。さっきは助かった、ありがとう。俺ベンテス、君はミッキーだよ。それはキーブレードだよね。うん、イエンシット様の下で修行中なんだ。そこで世界の異変を知ってマスターには無断で飛び出してきたんだ。ミッキーも飛び出してきたのか。俺と同じだ。この星のかけらがあれば思ったところに行けるはずだと思ってたんだけど、自由には行かないみたいでね。いつどこにどんなタイミングで飛ぶのかわからないんだ。でもそのおかげでベントスに会えた。気まぐれに飛び越えるわけじゃなく、何かに反応して導かれるのかもしれないね。ん？ああ、ん？リーディアントガーデンに導かれたと。そういうことか。ハイジャンプ、ハイジャンプ手に入れて、やっぱり来たよ。王様とディメンションリンク、これやりたかったのよ。これやってみたかった。ちょっと待ってね。キャンプメニューでデッキコマンドが新しいの来てて、で、これでね、メールだけ全部マスターしたんで、一回スタンブレード、KR ももう一回入れて、マグネとか、あと、あ、そっか、ポーションとか入れていこうか。ポーションも入れていきつつ、スタンブレード入れたの、ブリザードだ。よし、ここら辺全部やってからコマンドチャージいこう。コマンドチャージ、エリアルブレイクとスライドダッシュを、そうだな。やっぱさ、潤いの結晶かな。潤いの結晶を入れて、アイテムアップ。そうそう、ちょうどいいね。KR とエアロ、あ、KR ら来たよ。これの、そうだな、まあ、満たされる化粧でいいや。これをやって、ドロー来たよ、ドロー。これいいじゃない。よし。じゃあ、KR を KR らにしてドロー入れよう。で、ストライクレイド欲しいな。スタンブレイド、ストライクレイドのアイテムアップに変えよう。いい感じですね。で、ちょっと魔法多めだからフェアリースター入れようぜ。フェアリースター、魔法力上げるやつ。こんなもんかな、とりあえずは。よし、行くで。ミッキーのディメンションリンクは見たいな。めっちゃ気になるわ。なんかもう、もうホーリー系が、ホーリーバースト系がすごい多そうな感じがする。あ、やっぱいるんだ。スクルージおじさん毎回いる。あー、でもミッキーもいるじゃん。おじさんとミッキー。ミッキー、とりあえずミッキーを追ってっていう感じ。いやー、でもこれもやりたくないっすか。これ敵出てくんねえかな。敵がたくさん出るようなところがいいね。ここまだ出なさそうだから。アンバス出ねえな。テラ編だとのしょっぱなからめちゃくちゃ出てきたんだけど、あ、こんなとこ知らんよ俺。来たよ。おい、なになに、スライドダッシュ、スライドダッシュ、ミッキーって書いてあるじゃん、ミッキーって。やばい、死ぬ、死ぬ、あ、死ぬわ、あ、死ぬわこれ。
これ多分死ぬわやばいちょっとちょっと待ってくれよすげえすげえ強いんだけど、ミッキーのディメンションリンクは何か意味があるのかな。ディメンションリンクすると HP を回復できるデッキコマンドが使えるなら素早く回転しながら敵に突進するフィニッシュ。ちょっと使いたいよ使いたいよ。ちょっと各意義やでよ各意義やで。よしよしよし。でバインドストライクを決めていき、よしでライト、おあーすげえ隠れミッキー隠れミッキー隠れミッキーだよ。おお、あこれ強いね、これめちゃくちゃ強いじゃない。決めて決めてけ、これ強い、やこれ普通に使っていこう。でライトレイジ、はいはい、次次次次、あーこれ強いぞ、いいねいいねいいね、いやー使ってこ使ってこ、やっぱ王様と妖様とのリンクとなるとね毎回使わざるを得ないんだよ。おおお、リュクセウスとザルディン。何用だ、今は城に入ることはならん。こっちに人が来ただろ、俺の知り合いなんだ。客人が来ているとは聞いていない。君もモンスターが現れる前に早く家に帰るんだ。見間違いだったのかな。現れたか。たやすくレイディアントガーデンを落とせると思うな。わ、レイディアントガーデンの衛兵だったんだこの二人。あいつは俺に任せて。待つんだ、子供に何ができる。お前たちが持ち場を離れて、お城の守りはどうなるのです。しかしあの子が。先輩、彼は特別なようだ。大丈夫でしょう。特別？エベンの言う通りだ。エベン、我らの務めはこの城の主をお守りすることだ。お二人ともその主がお呼びですよ。心に闇がない、いや奪われたのか、まさかな。すげえなエベン。いや先輩、パッと見でわかるんだ、その闇奪われて、それがバニタスだっていうのがもう見破ってるってことだよね。すごいな。はいはいはい、中央広場に戻ってきた。おお、なんじゃお前は、そこをどけ。あ、危ない。なんだ、待て少年、わしに礼もさせんつもりか。お礼なんていいよ。だから待てと言っておろ。金目のものはやれんが、おじさん早くして。そうだ、こいつをやろう。お前も他の世界から来たんだろ。いやいやいや、いいんだいいんだ、誰にも言わんし詮索もせん。実はわしもそうなんだ。マーリンという魔法使いに頼んで他の世界から一緒に連れてきてもらったのさ。事業拡大ってやつで。ねえまだ？ああ急いでるんだったな。これはディズニータウンの永久入場パスだ。わしの故郷なんてが面白い場所だから一度立ち寄ってみるといい。保護者の分も。
なんで保護者がアクアテラっていうの分かってたんだろうね、おじさん。こういう行きさつでもらったのに、今 A 級入 A パスとかもうよ、最高じゃない。ランド C の A パス売ったらいくらするんだろうね。100万ぐらいすんのかな。100万じゃ足りねえだろうな。1000万ぐらいかな。で買うやつめっちゃいそう。1000万でも速攻でバカ売れそう。でも A 級っていうのは怖いよ。 A 級っていう言葉はそうたやすく言っちゃいけないわけよ。でどこ行きゃいいんだ。つかマップねえんだよな。多分どっかで俺宝箱取り忘れてる感があるんだが、でもでっかい宝箱ないもんな。宝箱多分俺は取り忘れていないと思うんだけど。アンバースさ、追いかけなきゃいけないんだ。アンバース追いかけるだからこっちだ。ああ、これで多分あれだな、テラ編のあれと一緒で3人共闘するところが来るってことか。どこだどこだ、こっちか。でもなんか途中でマーリン様にまた会いそうだ。ご老体に会いそうだ。騒がし、何事じゃ。あ、ほらご老体いるじゃん。危ないから家の中にいて。わしが危ない目に遭うものか。わしは偉大な魔法使いマーリンじゃぞ。おお主の心の中の能力を目覚めさせたい口じゃな。なんでそのことを。言ったじゃろ、偉大な魔法使いじゃと。本は家の中のテーブルに置いてある。自由に見るといい。本ってなんだ。ねえ、本って何よ。なんかそういう潜在能力解放させてくれるってこと。ナメック星の長老みたいな感じになってるよ、ご老体。本って多分あれだよね、これだよ、プニキのことだよな。プニキのコマンドボード解放ってこと。はいはい、やっぱそうだよな、プニキのイタスト解放ってことよ。やれやれ、今日はやけに客の、あー、それに繋がってんのか。テラもいてた、来てたってことだもんな。はい、ガードル、あっ、コマンドチャージ後に何ができるか分かるようになる。はいはいはい、まあとりあえず先進んでいく。多分あのアンバースを倒すっていう感じではあるとは思いますけれども。